隣の吸血鬼さんは、甘党による日本の4コマ漫画。月刊コミックアライブにて2013年8月号、および2014年1月5月6月号に、掲載の後、月刊コミックアライブ内の雑誌内雑誌としての、コミックキューンにて2014年10月号より連載を開始し、2015年10月号より、同誌の独立相関に合わせての連載に移行した。 2021年12月号で完結予定。ある日、生きた人形がいるという人形の館の噂を聞いた、天野ノ島は、その人形を家に連れ帰ろうと館を探しに行き、その途中に森で迷子になってしまう。そんな彼女を助けたのが、人形の館と噂されていた屋敷の主であり、吸血鬼のソフィートワイライトだった。まるで人形みたいに可愛いソフィーを一目で気に入った。 明かりは毎日のように屋敷に通い始め、やがてそのまま住み始めてしまう。二人の出会いをきっかけに、もともと一人でひっそりと暮らしていた、ソフィーの周りにはやがて明かりの友達の夏木ひなたや、百年ぶりに目を覚まして、ソフィーを追いかけてきた、同じ吸血鬼のエリーがやってきて、どんどん賑やかになっていく。ちょっと変わった人間の少女と、 ネットや家電を使いこなす今時吸血鬼の同居コメディ。血液を吸い栄養源とする不死の存在。ソフィーやエリーが該当する。本作では以下のような特性が明らかとされている。2018年10月から12月にかけて ATX 東京 MX 他にて放送された。原作連載時点とは年代がずれているため、年代は 201X 年と表現される。 共に歌は、ソフィートワイライト、天野ノ夏木ひなた、エリーによる。ありがとうございます。